どうも、割とちゃんとしたゴミです。今回はこのゴミ屋敷というゲームをやっていきたいと思います。多分このゲームはとてつもなく闇が深いと思います。しかもこの作品のゲームページに普通は書いてあるだろうあらすじが書いてなく、ただただ3文字あっはって書いてた。何それ、あっはって何、一番上に書く文字あ。では早速始めたいと思いますね。なんか今日お前喋り方キモくねって思われた方、そうです、ちょっと雰囲気作りで喋り方変えてみました。でもただキモいだけでした。じゃあ行きます。なんかゴミがいっぱい出てくるらしい。ホラー表現あり。まあ、でしょうね。今の感じでホラー表現一切なかったらそれはそれで引く。ご注意。本作には、以下の項目に該当する方々に、不適切な描写が数多く含まれ、描写って。今、描写って言ったね。非推奨です。まあ、大丈夫でしょう。私の存在自体が不適切みたいなもんですからね。肉体的及び精神的に13歳以下の方。ちょっと怪しいな。肉体的には20代男性でも精神的には2歳ぐらいだからね、俺。2歳、いや、普通に赤ちゃんぐらいだな。おんぎゃーって言うし、純粋で健全な心を持ちの方は全然不健全です。じゃあ大丈夫でしょう。いきます。ごめんなさい。全くこのゲームと関係ないんですけど、2日3日ぐらい前に実況したなんか、ハロルドがとんでもないゲームあったじゃないですか。あのゲームやってから、どんなフリーゲームでもタイトルの左のロゴが全部ハロルドになるっていうバグが発生してるんですよ。私のパソコン。助けてくんない？なんか、これ誰か助けてくれません？なんなのこのバグ。ちっちゃくハロルドがいるんだけど。じゃあ行きますね。ゲームを続行しますか。もう全然大丈夫です。不健全なんで。不健全だからこそこういうゲームやって、さらに、でも逆に浄化されるかもしんないからね。早く始めろと思われたい方、言われたらすみません。行きますね。あれ？あの子は、誰だっけ？何に悩んで、行ったの、かな？無理して喋んな。ねえ、後半何言ってるかわかんねえもん。な、カタカナが出た時点で君は何を言ってるかわからん。ん？なんか、顔の半分、腐ってる？ここって何？この作者さんのゲームって基本、なんだろう、闇深系のゲーム。ホラー要素もある闇深ゲームみたいなのが主だと思うんだけど、なんか、独特だよね。結構昔に看病係とかってゲームとかいろいろやったんだけど、なんか全部がね、雰囲気が独特。あーすごい、なんかリアクションで目の形変わるんだね。おっきな鏡がある。あれ鏡なん？なんで鏡ってわかった？俺はでっかいケツの穴。とりあえず持ち物は特にないよね。とりあえずセーブしよう。結構可愛いけどね。なんか今のところゴミ感はあんまない。この周りにあるやつはゴミなんか？ポップコーンの底にあるカス。映画館でポップコーン頼んだら最終的にこういうの残るじゃん、そこに。それにしか見えんけど。設定で常時ダッシュオンにしといたから、ま、行くか。この子もあんまゴミ感ないけどね。だからゴミ感って言うと、なんかこのゲームに悪口言ってるみたいな感じになっちゃうけど、全然そういうわけじゃないからね。だからこのゲームの名前自体がゴミ屋敷だからさ。おー私って可愛い。お前は可愛いよ。ちょっと見た目は可愛いけどな。どっかに何かしらゴミ要素があるんでしょ？ベリベリキュート。美しい。ファンタスティック。なんだこのテンションは。おじさんまついでけんよ。若い子のノリにあまついでけん。てかこの子人間なんかな？いやいや、ないね。しかも自分で言ってるのに。あ？猫ちゃんか？誰？うわ！あ、ゴミ感ある。ごめん。君はゴミ感が強い。あいたたたた。だねえ。あいたたたたた。なのにゃ。君は綺麗だな。おい、なんだこの差は。おい、こっちゴミ感すごいって。ぷぷぷ。くすくす。あ、この二人、いじめっ子感出てんじゃん。でもね、これ結構差が広いから、この子だけめちゃめちゃ綺麗じゃん。こいつが多分ボスなんだよ。で、このもう一人のちょっとゴミ感強いキャラの方は多分ちょっと手下みたいな感じなんかな？おい、調子乗んなよ。あ。わあ！なんだろう、この子たちは。君たち、誰？知りたいのかに？僕たちは、ゴミ。いや、僕たちって言ってるけど多分お前だけだよ今は。
ゴミなら多分お前だけ。そうそう、ゴミなのにゃ。あれ待って、この子顔は綺麗だけど体はゴミってか汚いんかな。綺麗に見えるけど。え、どうして？いらないって捨てられちゃったのね。そうそう、ポイって捨てられちゃったのにゃ。もうでも捨てる気のないやつ間違ってゴミ箱に入れたらそれはゴミにならんくない？だったらゴミじゃないじゃん多分。君にばっか悪口言っちゃうことになるけど、片耳ないやつはゴミかもしれんけど、黒猫の人形の方は多分まだゴミじゃない。そんなのひどい。多分間違えて捨てられちゃったんだろう。誰が捨てたの？とにかくひどい。だけどにゃ、君だって僕たちと同じ。お、殴んなよ。おい、俺の方が偉いんだぞって。えい。なんだこいつらは一体。ゴミなんだよね。お前だけだって。見た感じお前だけ。お、なんか今ヤバい子いたよ。ねえ、下にヤバい子いたよ一瞬。俺結構目いいからすぐ顔見たけどさ、目三つあったよ。あ、これはもう移動あ、まだか。右のやつもわからんし、左上になんかピンク色のうんこみてなる。変なところに来ちゃった。ここはさっきの鏡の中？でもでもでも、なんか違う？なんか来た。誰かに聞いてみよう。ほらー、なんか、目三つある。俺数年前、単眼の少女と恋愛したけど、目が多ければ多いとちょっと不気味に感じてしまうな。あの子は一体何？これも人形ってことなんかな？てか、全員人形か？だからゴミなんか？ちょっと、おい、逃げんな。すご。正直言うと決して可愛いとは言えんな。目細めれば団子にしか見えん。あら、新入りちゃん。いやでも可愛いな、可愛く見えてくるだろう。あのパーツ自体はね、パーツが一個少なかったら絶対可愛いんだよ。あ、うん、こんにちは、三つ目だよ。あ、その名の通りだね。よろしくね。あ、でももう可愛く見えてきた。ここ結構退屈な場所だから、おしゃべりくらいしかすることないんだよね。ここ、何なんだろうね。ああ、結構、なんだろう、おしとやか系だと思ってたけど、結構元気キャラなんかな。さっきから人が少しずつ来てるんだけど、人なんかな？人形だと思うけど、今のところ。一体どこから来てるんだろう。ま、これと同じ存在ってことでしょ？多分ここにある目の前のなんかちり紙みたいなやつ。これと今歩いてる君たちも全員なんか等しくゴミなんだよね。お前何？俺に話しかけるんじゃねえ。なんだろうこの子、人見知りなんかな。わかるよ、知らない人に。うわ、こいつは最後だな。なんだお前。あのまだここに来たばかりなんですね。ちょっと一緒に考えてほしいことがあって。よかったら来てください。ちょっと待て、ちょっと勇気がいるな。わかりました、待ってます。それで落ち込むならちゃんと詳細に説明せえよ。次どこ行くのってちゃんと教えてくれれば俺もすぐ行けんのに。いやでも関わりたくないやつの方が残っちゃったな。こいつはまだ顔とかないから関わりやすいけど、こいつはやばくない？あら、ごきげんよう。あんた見ない顔ね。ああ、これで済むのか。あんま関わらん方がいいな。あの笑顔は多分心の底から笑ってなさそうだぞ。あかん、絵に見入ってるようだ。みんな人形なんかな。でもこの人形は誰か買うか。誰が買うんだこんなマニアックな人形。てかこれ人形ですらねえな。いいよ、じゃあお前のところに行ってあげる。一緒に考えてほしいことだろ。まあよく初めましての人にそんな相談できんな。よかったら来てください。もしこの可愛い子ちゃんがめちゃめちゃ性格悪くてすぐに人殺すような子だったらお前どうすんだよ。行こう。ありがとうございます。こっちに来てください。変な抜け道あるんです。最初から言え。そのレベルは最初から言ってもいいだろう。なんかついてんねば、なんかこっち来たぞあの怖い人。うわー、やばい。なんか久々にこういう激重闇深ゲームみたいにやってる気するから、今ちょっとダメージ受けたかも。何このウサギ。ウサギだよな。ウサギな、ちっちゃい頃飼ってたんだよな。
うわ、なんか悲しい思い出が今蘇ってしまった。なんだよお前こんなところ連れてきて。その、あの黒いところを覗いてみてください。黒いところいっぱいあるよ。お願いします。なんで俺がやんだよ。お前、ふざけんな。あ、そっちの黒いところじゃないです。左のところです。全部後から言うな。しっかりせえよ。最初から全部細かく言えば俺この右の方調べなかったのに。ここね。何？うさぎと亀。うさぎと亀。始まり始まり。あるところにうさぎと亀がおりました。どっちも目いってる。薬やってから3ヶ月後の亀とうさぎみたい。うさぎは足が速くて、もふもふで可愛くて、友達もたくさんいて、とても人気者です。この目で人気な？一方、亀は足が遅く、みんなについていけず、友達もいませんでした。ああ、でもみんなやっぱ目いってんだね。だったら人気出てもおかしくないね。いいなあ。僕もうさぎさんのように人気者になりたいなあ。亀はいつもそんなことを思いながら、うさぎとうさぎの仲間たちを眺めていました。足折れてなかったうさぎ。ある日、町でマラソン大会が開かれました。よーい、ダン！ゾウさんいる？確実にゾウさん足遅いだろ。いや、早いんか？スタートの合図とともに、うさぎは先頭を走ります。亀は追いつこうと一生懸命足を動かしました。亀であそこら辺なんでしょ？こいつ足遅すぎん？いや、こいつも足遅いな。こいつに至っては走ってねえよな。ですが、足の速いウサギにはかないません。亀は、すぐに諦めてしまいました。諦めんなよ！お前、松岡修造さんだって言ってただろ？諦めたらそこで試合終了だって、これ松坂修造が言ってね。じゃあ、安西先生だった。松坂修造はこんなこと言ってね。松坂修造って誰？どうせ、僕はウサギになれない。頑張ったって、無駄なんだ。たとえ僕が勝っても、ゴールにたどり着いても、誰も喜んでくれない。亀はコースから外れて、一人でお家に帰ってしまいましたとさ。これはウサギと亀で表現されてるけど、なんか、人間社会っていうかさ、学校とか社会とかなんか、あるんじゃねえかな。それをこういう風に表現してるってことなんじゃねえの？普通に、足が遅くてみたいな。なんだろう、やる気が出なかったんかな。ちょっとこういう解釈下手くそだから、みんなに任せようかな。なんだよお前、俺にこれ見せどうする？てか、でもさ、これ、ウサギなんだよな？ねえ、足早かったウサギが今こんな顔になっちゃってんだよね。あの、何？やっぱり、変ですよね。この物語。私が昔、聞いた話とはちょっと違ってて、その、お前本家知ってんだな。本家とはちょっと話が違うってのは知ってんだな。ってことはちょっと人間って可能性もまだあるか。亀はどうしたらよかったと思いますか？自分を磨く。ウサギを殺す？すっご。俺足遅いやん。家帰ろう。次の日ウサギ殺すん？ウサギ何も悪いことしないのに。このままでいい。これは選択によってエンディングが変わるやつだろう。今普通に俺が選びたいのは、うさぎを殺す。うさぎを殺すだな。俺は全然こういう選択肢の方が好き。好きって言っちゃった。やば。俺サイコパスだ。じゃあ行きますね。殺すで。うさぎ、邪魔だよね。うさぎを殺しちゃえばいいんだよ。ひえ、殺しちゃうんですか？でも、もし、亀が、そうしちゃったら、さっきのところ、もう一度、覗いてみるといいかもです。お前ちょっとワクワクしてる？な、お前もウサギ反対派か？俺ウサギ大好きだけど。あ、続き？これ選択肢によって変わるってこと？お家に帰った亀は、一人で悶々と考えていました。やべえ、初めて見た。亀がこんな悪い顔してんの。ウサギがいるからダメなんだ。ウサギのせいで頑張る気持ちがなくなってしまう。ウサギがいなければ僕にだって友達ができるかもしれない。いや無理だろう。ウサギいなくなっても足速いやついっぱいいたぞ。
ウサギは才能がありすぎてずるいんだ。欲張りなんだ。あいつを殺してやる。お、数日後お前毒持ったな、人参に。ちょっと紫色だぞ。亀はウサギの家に行って毒入りの人参をプレゼントしました。お前バレバレだぞそれ。ウサギこれで気づかんくてそのまま食ったら笑えるぞ。え、なんか紫色じゃねって普通なるよ。わー嬉しい、亀さんありがとう。いや、やべ、こいつおもれ。とんでもね、ウサギが死んだところで特に変わんねえのにな、お前。すげえおもろい顔。しばらくしてウサギが死んだという話を聞いた亀は大喜びしました。うわあ、もうずっとその顔な。邪魔者がいなくなった亀は早速友達を作ろうと町に出かけました。ですが町のみんなはウサギが亡くなったことを悲しみ、亀の相手をしてくれません。まあそうだろうね。こいつらはなんな、どういう存在な。猫ちゃん、リス、ワンちゃん、お前らは何。相手をしてくれません。なんなんだろ、金玉か。ち、僕を受け入れてくれないこの町は終わってる。お前性格悪すぎん。もともと多分こんくらい歪んでたんだろうな。あんなねえ、かけっこでビリなって家帰ってこの次の日こうなってるってことは そんなんないよな普通。そう言い残して亀はどんどんひねくれてしまいました。めでたしめでたし、めでたしっていう単語の意味何、わからなくなってきちゃった。めでたいんかこれ。亀にとってもめでたくはなくない、誰にとってもめでたくないお話になっちゃってるけど、なんだか悲しいですね。でも亀にはウサギを殺してしまう力はあるんですね。あいつにそういう力自体はないと思うけどね。あの毒持って紫色になってる人参に気づかないウサギもウサギだと思うけど、そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。お前も辛い。お前も辛くなってんじゃねえかよ。なんか増えてね。なにこいつら、めちゃめちゃテンション高くなってね。負けた負けた、僕は敗北者、もう何もしたくない。じゃあ歩かなよ。歩かない方がいいぞ、さらにやる気なくなるから。おい、可愛くなりたい、綺麗になりたい、美しくなりたい。でないと、生きている意味ないよね。なんか話しかけても、よくわからん。あ、待って、これ絵調べれんのか？タイトル、あの子になれなかった彼女たち。うわ、なんかこれ深そう。すごい。絵がこっち見てる。絵がこっち見てる。いや、てかさ、もう本当にごめん、このゲームと関係ない、ずっとあのゴミ屋敷の左のハロルドめっちゃ気になるんだよな。マジうぜんだけど。お前は？私忙しいの。一番忙しくなさそうだぞ。話なら後にしてちょうだいな。ああ、わかりました。あの笑顔なんか増えてるね。あ、タンガンだ。タンガンコちゃんは俺ちょっと慣れてるところあるからね。薄汚れたぬいぐるみが落ちている。誰のなんだろう。あいつも生き返ったりすんのかな。今落ちてきたばっかり動いてないけど、後々動き出したりするってことなのかな。てかこっち行けんの。行ける。帰れ帰れ。待って待って、ボスがいた。あのゲームマスター2人がいた。ちょっと待ってよ、まずこの落ちてるもの拾っちゃうか。拾っちゃうとか見るか。あ、調べれねえのか。なにね。あ、口喧嘩すんなよ。あ、今お前ペってやったろ。唾撒いたろ、ここに。やったろ。こっち行くか。おいゲームマスター、さっきはごめんね。僕はパンク。僕たちは一歩ずつしか進めないのね。なんでもないのね。あ、一歩ずつしか進めない、それみんなじゃね。早くここから出たよ。あ、みんな同じ立場なんかな。さっきは突き飛ばしちゃってごめんね。僕はニャッポ。君が最初にいた場所は上からどんどんゴミが降ってくる場所だったのに、許してね。かわいの、なんだこのいろんなキャラクターをごちゃ混ぜにしてできたやつみたい。アンパンマン、ドラえもんとか、なんかいろんなものをごちゃ混ぜにしたらこうなりそうじゃね。やあやあ、はじめましてだね。僕はみんなの楽しいおじさん。みんなからは楽しいおじさんって呼ばれてるかな。そのままだね。僕
の好きな数字を当てられたらいいものをあげるよ。あ、俺キャンディーだろ。ペコちゃんキャンディーみたいな顔してるしな。おお、僕の好きな数字が分かったのかい。それじゃあ僕の好きな数字をここに3つ書いてくれたまえ。いいかい、3つだよ。あ、もう全部3だったりして、やべ、当てちゃったんだけど。やべえよ、どうしよう、いいかこれ。おお、大正解。いやいや、君は天才かな。ゴビに僕の宝物をたくさんあげよう。なんかたくさんもらった。え、わあ、なんかいっぱい。いいの？もちろんだとも。さあさあ受け取っておくれ。ありがとう。え、あ、なんかめっちゃ、よくわからない不思議な種だ。待って、これ俺偶然当てた感出ちゃってるけど違うだろう。なあ、これ実はどんな数字言ってももらえるんじゃね。ゴミ押し付けられたんじゃねえの。ちょっと待って、おい、おめえふざけんなよ。俺の喜び返せよ。俺偶然だ、ラッキー当たったって思わされたんだけど、おめえに。なあ、いや全部ゼロにしてやるよ。あ、違うの？ヒント教えてあげよう。僕は好きな数字を忘れないように頭の後ろに書くってあるんだ。あ、そうなの。マジか。ってことはガチで偶然当てちゃったんだ俺。あ、マジか。そうだよね、絶対俺。でもな、やば、待って、すごい、すごいことしちゃった。やばい、壊れてきた。不思議な種、まあ結局でもさ、ゴミ押し付けられたろ、不思議な種。だってもうおじさんの鼻紙ティッシュなんて絶対ゴミでしょ。ちょっと湿っていて気持ち悪い。なんで触った、捨てろよ普通に。綺麗な鍵、この鍵で何を開けることができるんだろう。これは必要そうだな。ゴミの中になんかいいもんくれてる。おじさんの穴開き靴下、お前ちょくちょくクソみてえなもん渡すなよ。ボロボロで汚い。ガラスの破片、キラキラしていて綺麗だ。でも危ない、うん、ちゃんと俺ガラスで手聞いたことあるし、やめたほいよ。水玉模様の可愛いデザインだ。でもキャンディーはない。食ったやつ、賞味期限切れのケチャップ、あいつぶん殴ろうぜ一回。多分許してくれるだろう。ごめんね、ほぼゴミでって。でもあいつ鼻血出しながら謝ってくるって。変色している、鑑賞用だろうか。食べるのはやめた方がいい気がする。うん、だろうな。楽しいおじさんと書かれている。こいつうぜえ。大事にしてくれたら嬉しいな。それにしても僕の好きな数字が分かるとは、やっぱり君はとーっても天才だね。うぜえ。もうあいつに一生話しかけないようにしよう。一応セブ職か。ちょっとこの子に話しかける。なんか幸薄そうだな。タンガの少女懐かしいな。数年前に一回恋愛したことあるからな俺。やばい、なんか絡まれてる。こんにちは。男の子？ここはどこだろう。すみません、よくわからなくて。あ、僕イチルって言います。一応男の子だと思っとこう。よろしくです。イチルって名前だし、見た目的にも男の子でもいいし女の子でもいいからな。そう、もう一回話しかける。あの、変なこと聞いてもいいですか。僕って人間ですよね。え、うん、そうなんじゃない。まあ単眼だけどほぼ人間や。よかった、ここに来てから何が何だか分からなくて。ありがとうございます。あ、いいっすよ。もうこの子に聞くのちょっと間違ってる気がするけどね。この子見た感じちょっとぶっ飛んでそうじゃん。僕はどうやってここに、どうすればいいんだろう。わからないよ。みんな人間って思い込んでんのかな。もう思い込んでるって思っちゃってるけど俺も。あ、やっほやっほー、何か面白いものあった？虫か。あと古虫すんのね。何こいつ、私忙しいの。んー、どうせ嫌な匂いでしょ。これもなんだろう、これ。何なの？何なんだろう。これが多分、もう絵がこっち見てるなんでしょ。あ、これか！ここで掴んだ鍵だろ。おめえ暇なのかい。ああ。仕方ねえな。面白い場所見つけちまったんだが、変なところなんだよ。ついてこい。強制だからな。
どこ行くの？またさっきの、うん？なんかさっきの部屋とはまた違うベクトルの闇深さだな。闇が深そうだな、ここも。お前めっちゃ鬱陶しいやん。お前そんなテンション高いやつだったん？うっひょひょひょーい。一体ここは何なんだ？よくわからねえけど、へんてこな部屋だぜ。テンションバグってんだろ、お前。うっひょーい。うぜ。こういうやつ嫌いだわ。俺こういうキャラだけど。こうち、なんだ？赤いやつと、ちょっと不気味なオーラ放ってる子がいるけど、どっちに話しかけよう？こっちにする？驚いた？私にも意識はあるのよ。あ、そうなんすか。特に驚かないですけどね。もうだってそこに扉がハイテンションで走り回ってるんすよ。あんたみたいな赤いだけのやつだけじゃ、俺全然ビビらん。でも私はもうこれ以上、何者にもなれないの。ねえ、かわいそう？かわいそうでしょ？何者にもなれないわけじゃないんじゃないですか？だってあの、トイレの女子トイレマークみたいなあんたみたいじゃないですか？それになればいいんじゃないですか？君は？いいなぁ、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 死ぬわ！これ全部読むの死ぬ？私にはないものを、あなたは当たり前のように持ってるの。いいなぁ、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 羨ましいなぁ、いいなぁ。声枯れてね、俺。ね、俺声枯れてない？羨ましいなぁ。いいなぁ。私、この姿でいるの苦しい。辛い。気持ち悪い。助けてよ。お願い。私のこと、壊して。壊れてるよ。喉。主に俺のせいで。お前喉大丈夫？壊してあげる。行ってらっしゃい。もう、ゆっくり眠りな。何がその笑顔。わかった。緑。なんだろう、この色の違いは。何なんだろうな、ここは。作りかけの部屋みたいだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ここは戻りますかなの。待てよ、これこれ後々また来るのか。作りかけの部屋。こいつに話しかければまた、お前、何なんだ。お前、いい加減落ち着けよ。なんもねえぞ、もう。ここ。へんてこな部屋でそんなテンション高くなんな、お前、気持ち悪い。戻ろう。これはもうこれで終わ、うっそー。でも、なんだかんだ一番綺麗なんじゃね？あ、動くの？動くんすね。また一匹増えてるな。辛いよ。もうやだ。逃げても逃げても捕まるの。私はもう、現実なんて見たくないの。これこういうなんか慣れの果てみたいになっちゃったやつらって、この場所の真実知っちゃったやつらってことなんかな。明確に違うよね、なんか。あの人の脳みそ食べたら私もあの人のようになれる？なれるよ。そうなの？じゃあそうするしかないね。仲良しおじさんか。仲良しおじさん食われちゃうかな。早くあの人の脳みそ食べなきゃ。どこに行くんだお前。仲良しおじさんのどこに行けよ。こん中でったら仲良しおじさん食われてほしいけど、やばいな。食われてたらめっちゃ笑っちゃうな俺。なぜあいつばっかりうまくいくんだ。俺は悪くない。あいつはずるい。引きずり下ろしてやる。大丈夫？俺声枯れてきた。この人は何なんだろう。めっちゃ綺麗だな。あら？マーメイドじゃない？次人魚姫なんかな？でも尻尾魚っぽくないって思っちゃう。何なんだろう。銃。あ、どうも。お前は？私は私。よろしくね。変なやつ。あ、終わりですか？気持ち悪いよな。俺。俺っ子？てか、この見た目で男かもしれんな。はは。でもここにいる奴らも同じか。俺は罰なのかもな。
いきなり変なこと言ったな。気にしないでくれ。いや、どうなんだろう。マジでまだ分かってないんだよな、いろいろ。ちゃんと人形なんかな。お前誰食いに行くん？あ、こいつじゃねえな。さっきのやつどこ行った？こいつか。やばい、準備してる。食いに行く準備してる。おー、中尾翔二さん。あ、楽しおじさんだった。名前間違ってた。大事にしてくれたら嬉しいな。それしても、あ、特に変わんないのね。はい、ここからか、ここら辺変わんないか。これも調べれないしね。どうすりゃいいんだろう。また話しかければいいんかな。この匂い、ずっと嗅いでると頭痛くなっちゃうね。この匂い？あ、この場所自体？こいつは動かねえの？動かないな。君は？何かありました？あ、その、なんでもないです。すみません。おお、君、人見知りなんか、おい！スケベなことしねえよな。あら、あら、あら。不思議な種をお持ちなのね。そうだわ。いいものをあげるから、ちょっと私についてきなさい。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。あら？それなら準備ができたら声をかけてちょうだい。あ、はい。なんか、ちゃんとゴミ増えてってね。ね、こんなゴミなかったよね。なんか増えてってるな、ちゃんと。いいっすよ。じゃあ行きましょう。うん。不思議な種って何なんだろうな。さあさあ、こっちよ。はい。なんだここ？てっぺん、ハート、お前エッチなとこ連れてきてないよな。例のものは、その部屋にあるわ。お前の顔、どんどんいやらしい顔に見えてきたぞ。倉庫。なにこれ。人が宙吊りになっている。息はすでになさそうだ。下ろしてやれよ。息がないなら。なんでそのまま釣ってん？何したあの人。何かが閉じ込められている。これ、天秤みたいになってる？体と魂ってことなんか？魂が囚われてる。心が囚われてて。体は宙吊り、縛られてるってことなんかな？なんだろう、この表現は。全部に意味がありそうだけど、まだちょっとよくわかんねえな。行こう。何があんだよ、例のものって。何これ。あぶね。下ネタ言おうとしちゃった。仏をこれに突っ込む、あぶねえな。やめろ！全部下ネタにするな、俺！ここに、三つの鉢植えがあるわ。それぞれの鉢植えで、植物を育てると不思議なことが起こる。魔法の鉢植えみたいよ。金色の鉢植えは、お金が手に入るわ。銀色の鉢植えは、愛が手に入るわね。茶色の鉢植えは、確か宝石が手に入るよね。金色と茶色は、なんか似てるようで違うんかな。この宝石自体に価値はあるんかないんかわかんねえんだな。ちょうど、あんたの持ってるその種、植えちゃいましょうよ。さ、どの鉢植えにする？お金も大事だし、お金もめちゃめちゃ欲しいけど、愛欲しいな。愛、俺愛足りないんだ。可愛い子生えてきてくねえかな。なんだその考え。女の子が生えてきたらそれはそれでちょっと不気味だけど、まあ可愛かったら何でもありだな。俺どんな女の子でも多分愛せるもん。銀色ね。何が生えてくる？めっちゃ可愛い子じゃなかったらこのゲームやめようかな。すげえ泣いちゃいそう。さあ、種を。これ種なの？すげえ綺麗な種。お種さん。ワクワク！アーニャじゃん。アーニャじゃん。これ、なんか、かわいいの？なんか、思ってたんとちゃう。一個でいい顔。左は男、女の人？なんで種植えて生えてきたらもう口にピアスしてんの？なんだろうな。どういう意味が込められてるんだろう。まあ可愛いこと、多分これはイケメンの男なんかな。ちょっとチャラい感じなんかな。あ！愛してあげる！永遠に！ずっとずっと！愛してあげる！声枯れてんだって。ちょっとあんた、信じられないわ。ドン引き。あんたそれどうするつもり？え？ぶっちゃけ処分しても全然いいと思うけど。無慈悲。無慈悲だけど、
でもな、この二人さ、これから育てたところでじゃない？どうなってくの？手足生えて自立できるん？ねえ、二つ意志があるんでしょ？でもな、これ何だっけ、ソーセージって言うんだっけ？頭が二つある人みたいな。あるよね、確か。いやでもな、今まで赤文字選択肢を全部やってきてんだよね、二つ。でもな、ちょっと自分のやりたいようにやるか。とりあえずじゃあ育てるよ。うん。放置も気になるけど。育てる！正気なの？あんたどうすんの？あんたこんな美男美女を育てないん？あなたちょっと心が痛ましいわね。何があっても私は知らないわよ。まあいいわ。あんたの自己責任ってことでね。いいわよ。右の子は普通に可愛いからね。あの子育てて私あの子と結婚する。どう引いた？まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。あ、帰るの？で、汚ね。なんかものすごく汚ね。てちょっと待って、一回やり直していい？ちょっと戻って成長する姿とか見れんのかな？ちょっと戻っていい？ちょっと入らして。あ、もう入れない。育てるって言って。数分で放置しやがった、あたしちゃん。お前なかなかやばいの。まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。なんなんだよ。なんなんこのゴミの量。クソ増えたやん。この子は？すごい。どんどん物が増えますね。もうここから出られないのかな。普通に、ゴミ箱なんか。ちゃんとゴミ箱なんか。で、ゴミ箱の中の世界がこうなってるみたいな感じなんかわかんねえな。あ、大丈夫？足の踏み間もなくなってきちゃったね。いや、まだ割とあるぞ。壊れてるものとか生ゴミばっかり。ここから出られる手がかりになるかな？私はもうちょっと調べてみるね。どんだけ調べてもゴミはゴミだと思うけどな。いらないもんだし。絡まれてん？ずっと。匂いがきついです。息をするのが辛いです。大丈夫か、お前。鼻あったんだな。これか。ちょっと待てよ。いろいろ調べよう、ちゃんと。なんかみんなセリフ変わってそうだし。何事も続かない。何をしても楽しくない。何者にもなれない。大丈夫？君は？概要欄の伏線回収した。お前か。バカみたい。何？いや、俺がお前のセリフ読んでるのがバカみたいだけどね。一人でパソコンに向かってあっはってやってんだよ。苦しいね。私はゴミだ。誰にも必要とされない。どうすればいいの？わかんないよ。俺もゴミみたいな存在だけど、どうすればいいのか俺にもわかんない。ここから出る。こいつらのセリフは特に変わんないのかな。お前一生楽しそうだな。変なゴミばっか押し付けやがってよ。あと話しかけてないのは上のメンツか。おい、扉。お前、何かここから出る手がかりは見つかったか？そろそろ出たいんだぞ！大丈夫か、お前。この人は？銃だっけ？まずいな。このままじゃ。すまない。独り言だ。何か分かったら教えてくれ。俺も教える。うん。なんか、この人たちの、なんか、なんて言うの、なんで来たみたいなことは分かんないまま終わるんかな。お前、苦しいね。お前、そこまで移動してたんか。この人は？なんで誰も掃除しないのかしら？いやねえ。もう疲れちゃったわ。あ、一応掃除はしたのかな。やばい、喉の調子がどんどん悪くなってきたぞ。まあ、これ調べればいいんかな。触れますか？触れます。この絵に全ての意味が込められてるん？あれれ？色が変わってる？おう、ほんとだ。なんだ？わわ、びっくりした。もう終わるんかな？わあ、真っ暗！ん？なんだ？どうなってんの？燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの？みんな燃えた？おい、十、三つ目、あとしずる。この絵どうしよう。
みんないなくなっちゃったし、もう。おおーい、はっ、おーい、誰かー、もう諦めてずっと一緒にここにいよ。はむず。私はダメな子。せめて誰かの気分を悪くさせないように、何もかも忘れて、明るく元気にできたらなって思っただけなの。わあ。終わった？闇復活。あ、三つ目ちゃんと男の子、この子の名前なんでか忘れちゃった。あーで10、あ、みんないる。あれ、楽しいおじさんは？あいつハンペにされた？センキュー。ちょっとまだ全然わからんし、でも多分まだ他にエンドあると思うんだよね。あ、エンド3。廃人？まあ多分今まで3つくらいあったよね、選択肢が。それで多分全てが変わってくると思うんだよ。もう一回始めからやるか。多分最初からじゃないとエンディングも変わんないだろうし。もう一回行ってこよう。ちょっと注意深くちゃんと見てく？ちょっとよくわかんねえもんな。純粋で健全な心をお持ちの方は多分ほんと、うんち漏れてそのまま失神するかもしれんな。なんかさ、もうここ来てすぐに、こっち行ったら、まず仲良しおじさんじゃねえ、楽しいおじさん一人しかいなかったの。で、話しかけて、であのパスワードでさ、物もらえるじゃん。でさ、こいつに話しかけたの。そしたら、綺麗な鍵を見せますかって選択肢出てきたんだよ。これって、言っていいんかな？どうしよう。これが、もしかしたら一番いいエンディングにたどり着いたりする可能性もあるよね。いやでももう興味本位で行くか？ダメな気がするけど。ちょ、でも、行ってみてえな。もう見つけちゃったなら行った方がいいよな。行くよ。もうこれでエンディングの順番ごっちゃなっても、もう俺は、俺のこと許してね。行きます。あ、なんだ？俺が扉だからって鍵を見せつけてんのか、この野郎。そんな鍵で何しよってんだってやめ。まさか俺を開けられるとでも思ったのか、ちくしょう。でも残念だったな。その鍵じゃ俺どころか、誰の心も開けられねえぜ。バッカルー。皆さん何もありませんでした。ごめんなさい。今の全部カットしようか悩んでます。あいつ何？意味深に扉のくせに鍵使えないんかい。はい。ここまでは来ました。で、一応選択肢、もう一回赤文字選択肢のやつだけにしてきたんだよね。ちょっとさ、これ選択肢変えてみる？茶色の鉢植え、金色の鉢植え、うん、お金かな？うん。金色ね。宝石自体はいらん、別に。さあ、種よ。これどうなる？さっき愛で二人の顔だったからね。何なんだ？さあ、来い。ワクワク！アニャだな。なんか、おまけがうざい。おまけが、とんでもなくうざい。紙だけでいいのに。わっ！シャー！食ってやる。食ってやる。いや、処分だろ、こんなん。いらんわ。金もいらんし、お前もいらん。全部捨てろ。始末する。まあ、それがいいわね。気持ち悪いし、危なそうだわ。うん。これでいいんか？これで多分全部の選択肢赤文字にしといてるから。全くびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。これでまたエンディングが変わることってあるんかな？一回調べてみる？これでまた変わる気がするけどね。俺結構中途半端な選択肢にしちゃったから。あれれ？色が変わってる。ここまで同じなんかな？びっくりしたーて。いいて、ここで何かが変わるんちゃうん？わー、真っ暗やで。うん。真っ暗やな。ここで、ボーボー燃えてなければ、これエンディングが変わってまへんな。え？待てよ、これさ、燃えてる。そうだ、みんなどこに行っちゃったねん。クソエセ関西人、こっち行ってなかったな。楽しいおじさん。あれ？楽しいおじさん、数字ついてます？ 3? ついてる。あれ？楽しいおじさん？
この場所は生まれ変わろうとしているんだね。僕たちはこの死と再生の先にどう存在を証明できるのだろうか。僕はもう先に進むよ。くだらない遊びに付き合わせてしまったね。何？あいつ実はめちゃめちゃハンサムだった。キャラ作ってたんだな。津田健次郎さんに声優やってほしいな、楽しいおじさん。あの人がどんなキャラの声やってしてもめちゃめちゃハンサムになるからね。この絵。いや、結局これ遠藤さん。おや？絵を切り裂く？これ赤文字にしたからか？中途半端にしたから飲み込まれたってことなんかな？これは抵抗ってこと？切り裂け！邪魔！ヘイ！お！いける？私たちは何かを抱えてここに来た。役立たずな存在。どうでもいい人。邪魔なやつ。何もできない子。ダメな子。ご、み。いつか自分でも、そう思うようになってしまったけど、私たちを拒む。この世界の方がどう考えたって。ゴミ！あ、じゃあみんな、自分から来たってことなんかな。でもあんま記憶はなさそうだけどね。ただ、そういう負の自分が嫌でみたいな感じでここに来ちゃったってことなんだろうな。多分そういうことなんじゃねえかな。え？遠藤四、不念。あんな可愛かったのに、顔ドロンコみてえなっちゃった。え？いや、むずいな。ちょっと理解しようと思いつつやってるんだけど、ちょっと追いつかんな。このデータはどこだ？あー、ここか。ちょっとじゃあ次は、もう青と、なんか黒色？灰色みたいな選択肢が残ってんだよね。あとはもうちょっとエンド回収みたいな動きするか。とりあえずはこのままでいいの選択肢でいこうかな。まあ、これ結局、競争で、ビリなってて、で、もう嫌になって落ち返っちゃった自分を変えずにこのままでいるっていう選択肢だよね。このままでいいにしてみよう。別にこのままでもいいんじゃないかな。休むのも大事だもん。そうですか。これはこれでいいのかもですね。そのまま亀はどうなったのか続き覗いてみてください。うん、はい。これでどうなったんだろうな。あ、普通だ！顔は、でもちょっと困り顔のままだね。お家に帰った亀は、一人で悶々と考えていました。僕は、このままでいいんだろうか。本当はちゃんと、遅くても最後まで走り切った方が良かったかな。どうなんだろうね。まあ、綺麗事を並べるんだったら、ちゃんと自分を磨いて変えた方がいいよっていうのが多分正解なのかもしれないけど、俺個人的には逃げても全然いいと思うし、むしろ競争なんて出なきゃよかったなって、もう元から出なくてよかったんじゃないかって。俺はなんかそういうのに参加すらしたくないタイプ。でもその頃にはきっと夜になってるだろうし、やっぱりいいんだ。これでいいんだ。待っていればいつかウサギになれるかもしれない。ああ、それはない。ああ、ウサギ込んじゃった。その日が来るまで僕は休んでいようかな。こうして亀は寿命が尽きるその時までゆっくり休みましたとさ。めでたし、めでたし。いいんじゃね？俺は全然いいと思うよ。そこまで塞ぎ込むっていうかさ、俺は逆にそのままポジティブに入れるから、あんま君とはちょっと違うかもしれんけど。やっぱり私が昔聞いた話とは違いました。これはこれでありなんでしょうか？わからないですけど。そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。なんとも言えない気まずさになっちゃった。さあ次はここだよね。この作りかけの部屋とかもまだよく分かってないけど。この人は何なん？あっはっはっはでしょ？うん。で、何者にもなれないネガティブお母さんなんでしょ？かわいそうでしょ？よく分かんない君。あは？まだ私に話しかけてくれるの？あなた優しいのね。ねえ、
かわいそうな私に、その体ちょうだい。え？いいよ。あなたバカね。そんな簡単に自分を切り離しちゃいけないわよ。さ、気が変わらないうちに帰りなさいな。あなたまともなんですね。早くここから出て行って。なんでちょっと機嫌悪くなるん？俺の意見を受け入れろ！で、多分こいつでしょ？この子の選択肢も黒いやつにすればいいんじゃねえかな。君顔ないよね。いいな子ちゃんでしょ？いいないいなすぎる子ちゃんでしょ？で、私にはないものをあなたは当たり前のように持ってるの。顔のこと言ってんの？顔ないし、そうなんかな。いいな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 羨ましいないいな羨ましいないいな。私この姿でいるの苦しい辛い気持ち悪い助けてよ。お願い私のこと壊して。まあ、なんでにしてみる？どうすりゃいいんだろう。この子ちょっと一番わからん。でもなんでっていう返しが多分一番ダメな気がするけどね。そのままでもいいんじゃないかな。その姿、とっても可愛いよ。あ、これ逆のパターンだろう。褒めてるけど相手にはものすごく傷つけてるみたいな感じか。多分ブチ切れそう。あなたの意見なんて聞いてないのよ。私は苦しいの。あなたが良くても私は辛いの。あなたが好きでも私は嫌なの。あなたが楽しくても私は気持ち悪いの。気持ち悪いの。気持ち悪いの。あなたは人の気持ちなんてわからなそうだし、いいわ。別の人に頼むから。私、あなたみたいな人嫌いよ。さよなら。あー、そっぽ向いちゃった。どうする、あたしちゃん。まあ、これってどうすりゃいいんだろうね。俺も、ぶっちゃけどうすればいいのか対処法がわかりません。おい。おめえじゃねえ。おめえ、鬱陶しいな。おめえじゃねえんだよ。おい、こっち向いてよ。なんで、おめえ、おい。いや、本当にそっぽ向くやん。ええー。鬱陶しい。ね、ごめん。ごめんって。この部屋にうぜえやつ二人いる多分そろそろ殴られる。いや、難しいな。でもこれ絶対リアルでも現実でもいるよね。なんか自分が嫌って言ってて相手の人に褒められてもどうなんだろうな。上辺っていうかなんだろう、本心には聞こえないみたいな感じなんかな。ごめん、俺にはちょっとまだよくわかんねえな。おい、なんなんだこの部屋は。ネガティブ野郎どもめ。ポジティブに生きよう、ポジティブに。ね、相手なんて自分のことなんて見てねえから大丈夫だ。自分中心だと思え。なんかそんな自分が嫌な人間だと思わなくたっていいってすっげえ軽い意見。こういう意見一番ダメだよね。でも俺こういう意見しか言えねえんだ。気楽に生きろ、気楽に。大丈夫、世界は。そん、これ3個目のセリフもあんのか。どうしたもんかな。とりあえずここから出るべきだろうが、この体じゃ移動するのも辛いな。あー、これさ、話しかけ続けたらなんか変わるんかな。なんでもないですでしょ。早くここから出なきゃ。でも多分僕たちはなんか気づいてる。なんなんだろう、ちょっと察してるよね。この匂いずっとで、この次聞いてないな。あ、この子は一つだけか。じゃあもうまたここか。もう一つあるよね、宝石の選択肢もやってないから、そっち見てみるか。あ、すごい、一番宝石と真逆のやつ出てきた。うわ、しっかりうんち。鉢植えがコーンになってソフトクリームにしか見え。やべ、死ぬほど処分して、まあ、放置するか放置しても処分も放置もあんま変わらんくない？いや、変わるわ、全然違うわ。うんち放置するってことでしょ。でもまあ宝石ついてるしな。放置してカピカピで無臭になってから宝石取り出そう。うん、それが一番よ。ここに置いとく。そうね。え、なんで肯定しちゃう？うんちよ。半分私が連れてきたせいでもあるし、この件は二人の秘密ってことにしましょうかね。いいの？もしここ別の誰かが来た時、うんちをしてて見ることになるんだぜ。しかも宝石ついたうんちってどういうことってなるでしょ。それ放置するん、あんたら。あんたら腐ってるわね。ちょっと何なの、あなたたち。ちょっとじゃあ、もうこれはエンディング変わってんのかな。セリフも変わらなさそうだよね。
すごいどんどん物が増えますね。うん、変わらないかな。無事に出られるといいのにな。結局この人たちが来たこともよく分かってねえんだよな。まあ、とりあえず全部のエンド見れば少しは分かるよね。これはエンディング違うだろ、さすがに。あ、ちなみにね、エンド数見てきました。エンド数5だから今はもう2個見たんだよね。多分これでもう一つ回収できると思うから行こう。あれれ、色が変わってる。ここまでは同じだな。この後か、真っ暗なってからの何かが変わるってことでしょ。いや結局燃えるんかい。もう燃えてんだろ。だよねー。ただこれ絵を調べた時の選択肢で何かが変わるってことだろ。アイテムとかも特に落ちてないし。仲良しおじさん、仲良しおじさん、あー楽しおじさんだった。何回間違える。あの人仲良しおじさんの方が良くない。これでしょう。選択肢多分赤文字じゃなくてまた黒色の選択肢が出るってことでしょう。ちょっと難しくなってきたね。これ選択肢で全部エンディング変わるわけじゃないんだ。今だって2つしか回収してないよ。残り3つあるんだよ。で、残りの選択肢はあの青選択肢だけなんだよな。まずとりあえずじゃあ、自分を磨く。で、どんどんいい方向に行くようにするか。これで行こう。亀もウサギみたいな得意なことあるかも。何か好きなことやってみたらいいなと思う。いいと思う。なるほど。もう一度覗いてみてください。あなたの頭堂とカメラかはわかりませんが。オッケー。これで、おー、顔変わんねえぞ。自分磨くんだろ？お家に帰った亀は一人で悶々と考えていました。僕は亀だ。ウサギにはなれない。僕は亀で。だから亀にしかなれない。つまり、自分にしかなれない。考えるんだ、亀。お、そうだ。亀はいいことを思いつきました。自分の好きなことをやろう。うん。数ヶ月後、再び町で大会が開かれました。今度は水泳大会です。ウサギもうやる気ないやん。あれ、よーいドン。ウサギは水に足をつけてすぐに、やだ怖い、水怖い、うわーとリタイアしてしまいましたが、亀は綺麗な泳ぎであっという間にゴールまでたどり着きました。そんな亀を見て周りの人たちは、亀くんって泳ぐのが得意なんだね、亀さんかっこいい、今度私にも泳ぎを教えてよ。亀はたくさんの人に囲まれて照れていました。めれたしめれたし、とりあえず各々にそれぞれ得意なものがあるってことでしょうね。相手はそれが得意なんだな、じゃあ自分は別の特技を鍛えようみたいな、それでいいんじゃないかな。あ、息全然してないからどんどん苦しくなってきたよ。呼吸すればいいのにね。ウサギにも苦手なものがあったんですね。でもやっぱり私が昔聞いた話とは違いました。うん、そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。どっちかって言ったら今の青選択肢でも、ウサギが報われてないわけじゃないと思うけど、なんだろう、なんか大団円ではないよね。どうなんだろう、これでいいんかな。まあ、とりあえずどんどん進むね。暇です、またあの部屋行きますよ。ちょっとさ、あの赤い人のやつの選択肢もちょっと見たよね。これでさ、断ったらどうなんの。うん、それはダメ。これにしてみるか。体を上げません、そんなすぐに上げれませんよ。それはダメだ。ふん、やっぱりね、やっぱりそう言うと思ったわ。どうせあなたみたいな子にはわからないわよ、かわいそうな私の気持ちなんて。早くどっか行ってちょうだい、目障りだわ。どっちにしても切れられるんだな。どうすりゃいいんだろうね。これって多分正解ないだろうね、リアルでも。で、いいな子ちゃんでしょ。この子に関してはもう多分もうなんかボロボロなんだろうな。わかんないけど、なんかいろいろ辛い目にあって、難しいよ。俺にはちょっと到底理解できないものなのかもしれない。俺だって辛いこといっぱいあるけどさ、寝たら忘れるもん。できない。ごめんね。それはできない。これから何かいいことが起きるかもしれないし。無視すんなよ、次。こんなところでそんな期待しても仕方ないのに。あなたもしかして頭ぶっ飛んじゃったの？でもそういう狂気、私好きよ。わ、こいつには好かれちゃった。あれ？お、無視しない。変な子ね。あなたがいつ壊れるか楽しみよ。ふふ。
希望すら持てない私の密かな楽しみにさせてね。別にあなたの不幸を望んでるわけじゃないのよ。望んではないけど、どっちに転んでもあなたは笑うんだろうな。どうなんだろうな。もう、待って、これってさ、全員と話しかけた後特に増えないか。なんだ。じゃあ戻ろう。じゃああとは種か。とりあえず鉢植えのやつは、顔のやつを育てましたね。わー、真っ暗。これでどうなる？また燃えてんのかな？なんか簡単にはいかないんか。やっぱ燃えるんか。あ！なに？なんか、え？え？燃えてる？いや、燃えてるじゃねえだろ。真正面にいるやん、なんか。燃えてない何かいるよ。そうだ、みんなどこ行っちゃったの？あ、いるよ。おい、おもろくなってきたぜ。でもこれはもうエンディング間近だから別にセーブしなくてもよかったな。こっちに楽しいおじさんはいるな。うん、これなんかセリフ変わってたりする？この場所は生まれ変わろうとしてるんだね。僕たちは死と、この死と再生の先にどうぞ、お前、同じだな。くだらない遊びに付き合わせてしまったね。何なんだろう、この人。あの人実は神様だったりしてな。いるけど？私、帰り道を思い出したよ。君が、すごくすごく前向きだったから、私も頑張ってみようかなって思う。あれ？ん？これ、なんかさ、今まで3つのやつあったけど、みんな何か1つに当てはまる何かだったの？大丈夫だよ。先に向こうで待ってるね。おう。じゃあな。よう。少しの間だったが、話してよかったぜ。やっと体を元に戻せそうだ。感謝する。いつか、向こうの世界でも、会って話をしてみたいものだな。ん？全員別々の何かってことなんだな。君は？僕、ちゃんとしなきゃって思うんです。まずは、一歩を踏み出すことから、先はまだまだ長いですけど、この場所に来れて、落ちちゃって、いろいろ自分を見つめ直せました。先で待ってます。三つ目ちゃんは最初から言ったけど、あの子が亀さんのやつで、二人目のこの扉の先のやつが、ってことなんかな？まあ、話しかける。残りの奴らはどうなったんだ？もう全員燃え死んだ？こんばんは。大丈夫。私は諦めないから。ゴミなんかじゃないもん。おう、諦めないエンドか。きっと私たちは、輝いていく人々と、輝いていく世界に、ひどく、それは、本当にひどく、拗ねてしまっていた。できる人間じゃないからと、言い訳をして、本当に、人間の姿を保てなくなってしまったんだ。ひよこが鶏になる過程は、いびつかもしれないけど。ゴミじゃ、ないから！あ。え、でも、どうだ？俺やらかしたんか？わかんねえ。残りエンドまだ2つくらいあるよな。あ、三つ目ちゃん？これちゃんと見とこう。一流くんだっけ？不登校だったんかな？学校？ん？ラケット？これ、銃？バド部か？みんな、頼みがあるんだ。考察を頼みたい。Thank you. いや、ありがとうございました。いや、でもまだ終わってないんですよね。待って、ジュー君、ちゃんと男だったんだね。エンド2、最短。でもこれでエンド2なんだね。ってことはまだでも謎とかは残ってんじゃねえの？エンド1じゃないんだな、これが。ちょっと意外だな。どうすりゃいいんだ？分岐がわかん、やっぱ鍵でしょ。鍵以外なくね？ちょっと待って、このデータで、もう持ってるから、何回か話しかけてみるか？鍵見せる。違うか？俺に、
ぶん殴るぞおめえ。皆さん、私もうどう進めばいいのか分からなくて、これくさい手を導きました。で、なんかエンディング以外にもこの特定のキャラたちに2回以上話しかけると回想を見れるらしいんで、話しかけてみようと思います。あ、やほやほ、何か面白いものあった？で、もう一回話しかけると、私どうやってここに来たんだろう、君はどうやってここに来たのか覚えてる？お、はっ、そんなことよりもどうやってここから出るんだろう、そっちの方が重要だよね。ん？私がここに来るまでに覚えてることを聞きたい？来た！見ようぜ。え、誰にも内緒だよ。これ見なきゃわからんて。私のパパは、あ、私のパパじゃない。私の家はね、パパが知らない女の人と出て行っちゃってるから、とっても貧乏だったんだ。でもね、うん。ママが、三つ目にはアイドルになる才能があるって、それでママと二人で幸せになろうって言ったの。私、踊ったり歌うの大好きだから、すっごく嬉しかったんだよね。でもね、オーディションとかにはなかなか受からなくて、ママが、今はネットがあれば何でもできるって、だから、私はネットアイドルになるって決めたの。いいんじゃねえの？ちょっと危険な部分もあると思うけどね。ママが動画とか配信の準備をしてくれてね、いろいろな人に見てもらえるようになったんだよ。すごいでしょ？それはすごいけど、ママはいつか偉い人に見てもらえれば、三つ目は芸能人としてテレビとかに出れるってすっごく頑張ってくれたの。だから私ももっともっと頑張ろうと思って、いっぱいお歌の練習したり、ダンスのこと勉強したり、綺麗になるためにお菓子我慢したり、とっても偉いでしょ？そう思わない？偉い。ファンですって言ってくれる人も増えてね、すっごく幸せだったんだ。だけど、ママがね、私の写真とか動画を撮ってこっそり売ってたの。それもね、私が寝てる時とかお風呂上がりの、ちょっとやだなって思ったの。ちょっとやだなで済むな。でもママのあれがちょっとあんのかな。ママポイントが高いから、そんなんじゃちょっと嫌いになったりしないんかな。でもママだからでなっちゃってんのかな。だからママにやめてって言ったの。そしたらね、ママは、あんたは歌もダンスも下手なんだから、こういうので稼がなきゃアイドルの意味ないでしょって、すごい本性出んの。はいや、今まで私を応援してくれてた人の中に、もしかして歌とかダンスなんて見てない人もいたのかな。応援の仕方はそれぞれあるけどね。ママもみんなもずっと下手だって思ってたのかな。そう思うとね、ママもファンの人たちもカメラもネットも人の目も全部怖くなっちゃった。私いっぱい泣いてて、気づいたらここに来ちゃった。え、おんも。え、さて引き続き調べるよ。じゃないよ。君、俺は簡単に頑張れなんて言えん。俺は、うんとしか言わん。俺は何も言わん。君、そういう経験があったんだね。そういう経験したんだね。そういうことがあったんだ。で、終わり。俺はもうそれ以上何も言わん。変なこと聞く。人間。人間。そうだよ。ここからまた何かあんのか？ここに来てから何が何だか分からなくて、ありがとうございます。さらに聞くと、僕はどうやってここに？どうすればいいんだろう？分からないよ。いや、もっと話しかけるぞ。まだか。これで多分また、一個選択肢のやつやって戻ってくると多分また見れるんだな。さあ、戻ってきたぜ。何かありました？あ、その、何でもないです。すみません。もう一回話しかけるよ。早くここから出なきゃ。でも多分僕たちは、ここまでは聞いたな。あ、でも選択肢やってなかったんだ。そうだ。僕がここに来る前の話、少し思い出したんですけど、よかったら聞いてくれませんか？聞く。ありがとうございます。とりあえず全員分見よう。僕は、特にこれといった得意なこととか趣味もない、普通の中学生だったんですけど、ある日から突然、学校のみんなから無視されるようになっちゃって。なんで?別に暴力とかカツアゲとかはないから、ただ嫌われてたのかな。でも何もしないんでしょ。
なんかさ、とりあえず嫌いとかってさ、俺もあるけど、みんなもあるわけじゃん。それがいろんな人たちがこう、みんななんか共通意見みたいなさ、みんな同じ意見でこうなったりとかすんのかね。いじめっていうには何もなさすぎて、ただ僕が会話に混ざれなかっただけかもだし、その学校に行かなくなっちゃいました。不登校ってやつです。うん。あれ？あれ、三つ目ちゃんなんじゃねえの？学校に行かないで部屋でずっとパソコンでネットやってました。恥ずかしながらネットのアイドルにハマっちゃって。いいやん。僕と違ってたくさん努力してる子だったんです。すっかり大ファンになっちゃいました。うわー、なんかちょっとしたつながりがある。最初の方は歌とかパッとしなかったんですけど、彼女が動画や配信をするたびに良くなってて、すごく頑張ってるんだなと思ったんです。ちゃんと報われてんじゃん、みつめちゃん。お母さん、お母さん、そこで本性出さなかったらさ、てかああいうことしなくても自分お金稼げるぐらい人気になれてたんじゃねえの。僕も彼女みたいに何かに熱を捧げるようになりたい、注げるようになりたい。けど結局僕が夢中になってるのは彼女で、ただ彼女を見て応援するだけ。彼女はどんどん前へ進んでるのに、僕は本当ダメですよね。でも行動したくてもどうすればいいのかわからなくて、いろいろ悩んでたらここにいました。で、ここって結局なんなん？俺はちょっとみんなの意見聞いて、そういうことかってなるしかねえよな。で、自由でしょ？この子はバドミントンやってたよね。気持ち悪いよな。まあ、俺が一人称俺だったから、まあ男だったんだな。俺はもう見た目で女の人だと思ってちゃった。罰なのかもな。いきなり変な、これ罰って言ってるけど、何かしちゃったのか？ちょっと、気になるな。とりあえず行ってくるね。もう一回顔そらててこよう。あ、少し思い出したことがある。でこれさ、ジュー君の記憶思い出したもので、今度イチル君がなんで無視されたとか分かったりするんかな。時間あるか。あるよ、全然ある。じゃあちょっと俺の話に付き合ってくれ。うん。どうなんだろう。お、俺は中学生の頃バドミントンに夢中だった。うん。プロになりたくて毎朝トレーニングして、放課後は遅くまで部活で仲間と練習してた。うん。そうなのね。ここまでは普通だけどね。俺はもともと運動神経が良くなくてな、足も遅いし動作がとろいってよく言われてたんだ。うん。それでも好きで続けてた。毎日必死に部活の奴らに追いつけるようにな。うん。だけど部活には俺より強いやつばっかだ。他校との試合や大会が近づけば自然と強い奴が強い奴と組むようになる。みんな強い奴と練習してんだ。雑魚相手じゃ時間の無駄だろうよ。気づけば俺は孤立してたよ。ま、それが自然の摂理だろうな。バドミントンってな、一人じゃできないんだよ。自主練するにしても、体育館を借りて一人でできることなんて壁打ちくらいだろう。ああ。虚しくなって、俺はやめた。俺は出てもいない大会に孤独で敗退した。そのまま高校、大学では全然関係ない道に進んだ。でもな、いつも心に引っかかってたんだよ。バドミントンしてえな、ってさ。中学の部活とは違って、大人になれば自分で自由にまた始められるところを探せたのにな。きっと、また孤立すんのが怖かったんだろうな。気づいたら全部諦めてこのざまだよ。笑っちまうだろ。この姿の方が本来の俺だったのかもな。女なのか男なのかわからない体、寝ちょっとしたナメクジのようなとろい足、最悪すぎて全部どうでもよくなったよ。重いな。でもあるよね。リアルでも現実でもすごい、なんだろう、ちゃんとありそうな。てか結構多いんじゃねえかな。途中でなんか好きだったものが嫌なことがあってやめちゃうみたいなことあるよな、絶対。まあ、これが3人の回想でしたね。で、あとはタイトル画面戻ってもう一回最初からやるんですけど、残り2つのエンド回収なんですけど、この初めからやるじゃないですか。でね、注意書き出るじゃないですか。で、このまま続行しますかってやつで、こういいえにするとなんかまた違う何かが起こるっぽいんだよね。
じゃあ家にしますね。これ家、正直にお答えいただきありがとうございます。あ、いえ。そしてご安心ください。このゲームは誰も拒みません。簡単なミニゲームをご用意しております。どうぞお楽しみくださいませ。え？お？素敵な一日を過ごしましょう。って言ってものすごくえげつないもの。あ、これちゃんと私だな。え？目とかも普通。これはちゃんと人間。しっかり人間のやつ？なにこれ？ふかふかのベッドです。今日は何時に寝ますか？眠れない。最近寝つきが悪いから、その時になってみないとわからないかも。眠くなって眠れたらいいんだけど。おう。いい夢見れますように。なんだ？結構テンション高子ちゃんだけど。無能のための教科書があります。これ選択肢のっていろいろ変わるんだな、多分。難しそうにしてみようかな。無能のための教科書って何なの？それ無能に教えようとしてて無能は無能だから結局覚えられねえんじゃねえの？難しそうだな。昔、塾の先生がくれた本だったかな。難しくてずっと本棚にしまってるんだよね。いつか私にもわかるかな。無能のための教科書ってなんか、もう俺も無能なんだけどさ。大天使毛布12号という雑誌だ。天使みたいに可愛いモデルさんがいっぱい載ってる流行りのファッション誌。清楚でどこか儚い雰囲気が、大人気なんだよね。私の憧れ。なんか、拒みませんとかうんたらかんたら言ってさ、明るめなところに来たけど、雰囲気は全然闇感拭えないけどね。山積みのラブレターがしまってあります。君めちゃめちゃモテるんだな。モテすぎて困る。処分するの忘れてた。そんなものはない。幻覚？そんなものはない。わあ、疲れてるのかな。よく見ても見なくても普通の本棚でした。なにこれ、選択肢によってこの子の何かが変わるの？やることリストがあります。そういえば、明日の書いてなかったね。どうしよう。明日でいいんじゃね？うん。明日でもいいかな。適当に行きようぜ。これは？あらら？部屋の隅に隙間があるようです。どうしますか？何も見てません？ん？あ、消えない。調べられるのか、また。ちょっと待てよ。机まず調べちゃおう。机です。大切にしてる。小学生の頃から使ってるからちょっと傷ついてるけど、それだけ使ってるってことだよね。偉い。うん、何歳なのかわかんないけど、今が。明日の予定は？部屋で特になし。特にこれといった予定はないし、ゆっくりゴロゴロしてよーっと。これ一番幸せよな。ゆっくりゴロゴロするのが一番の幸せだよ。あれ調べんの？結局。あらら。これじゃん。手伸ばすよ。ドキドキ。何でこのちょっと不気味な隙間に、なれドキドキしてん、笑顔で。ちょっとネジ外れてるだろ、君。え？おいおいおい。一番怖いやんけ。え？人の死体とかねえよな。なんだなんだなんだ？は？何これ？何あれ？気づいちゃった。知っちゃった。え？絵が描けない。どうして？完璧じゃないとダメなんだ。ただでさえ才能がないのに、頑張ることさえできない僕はゴミだ。いやー、え？ちょっとなんかこのゲーム怖いな、やめよっかなっつってさらに傷えぐってくの。何？どうしてどうして。いい絵にしたんだよね。俺よりも若いあいつが活躍してるのに、俺は何者にもなれない。好きなことと一緒に俺も消えてなくなりたい。勉強できなくて、あの子はあんなにすごいのに、ダメな僕なんて、ゴミクズだよね。はあ
ねえ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 、私ってどうしてこんなにブサイクなのかな。こんな汚い私を見ないで。私なんて生きてても迷惑なだけ。ああ。帰ろう。何しに来たんここに。ねえ、隙間調べたら地獄に落ちたんだけど。ねえ、何何何。はあ？この先ゴミ屋敷。ご不要なもの大歓迎。ああ。これが来た経緯ってこと？道端のキノコに話しかけるなんて変なやつだな。おい、ひゃひゃひゃ。人間が落ちてく様はいい話になるね。なんだおめえ。はあ、ここを通っていく人を飾るのも飽きてきちゃったわね。喋るぞ。無駄。もう引き返せないね。おめえ喋んないんかい。ねえねえ、何に絶望しちゃったの。もういいよね。何を言っても無駄だもん。生まれ変わって頑張ってね。ああ、もったいない。やりたいこととかなかったの。バイバイ。とんでもねえゲームだな。え？エンドゼロ。歓迎。これがプロローグってことだな。あれ？あ、で始まりなの？うーす、よくできたゲーム。まだあるんすけどね。エンド1残っちゃってるんすよ。戻ってきたぜ。多分、ちょっと明るめなエンディングが待ってそう。一応攻略見てきたんですけど、この選択肢あるじゃん。これポジティブな選択肢にするとエンド1に行くらしい。だから、午後10時頃普通でいいんじゃないかな、寝る時間は。早寝早起き、朝ごはん。これ、そういうポジティブな選択をするってことは、この子は普通の子っていうことになるのかな？多分そうだよね。こんなの簡単。昔塾の先生がくれた本なんだよね。必死に勉強したから今もじゃ余裕だよ。おう。山積みのラブレターがしまってあります。モテすぎて困る。恥ずかしいの出てきた。小学生の頃、友達と交換してた普通のお手紙だったんだけど、いつの間にか本物のラブレターが紛れてたんだよね。差出人が分からなくてずっとしまったままだね。うん。うん。今日もハッピー。きっと明日もハッピー。お。え？あ、終わった。え、終わった。エンド1、充実。でもこれって、本当のことじゃないんじゃないの？ねえ。なんか妄想とかでさ、なんか自分を騙し続けてごまかし続けて生きていくみたいなエンディングにしか見えないんだけど、なんか結局は自分を変えられないまま生きていくことになるんじゃねえって俺は思っちゃうけどね。というわけで皆さん、ゴミ屋敷でした。ちょっとまだわからない部分とかは皆さんのコメントとかで私は理解しようと思うので、皆さんコメントしてください。ちなみにですね、このゲームのプレイ時間30分前後って書かれてたんですけど、私の総プレイ時間2時間。